天の世は終わった。好天の世が来るのだ。こりゃひでえ。見ろよトンニー、あいつら好き勝手暴れてやがる。新しい時代どころか世も末ってやつだぜ。しかし毛徳にとっては面白い状況だな。うん、わしはこの乱世に乗じ天下へとんのよ。まずはこの賊の乱を平らげ、わしの名を世に知らしめ。全軍進め。では先方は孫権殿、その支援は炎術殿にお願いする。出立は明日未明。少々よろしく頼んだぞ。炎術殿、補給部隊の方よろしく頼む。田舎武者が生きていられるのも今のうちよ。北の炎章を攻める。待て毛徳、我が軍と炎家との兵力差、お前が一番知っておろう。放っておけばいずれ家屋は全て炎章に飲み込まれよう。他の雑魚ともども軍友であるうちに炎章を撃つ。を得るとは。もうあいつらどこまで逃げるんだ。腹減ってきただよ。人を得た劉備が長江を越え、強固な地盤を持つ孫家と組むとしたらどうなる。砂つぶてのようなこの群衆こそ我が波動を阻む最大の壁やもしれんな。どうなさったのですか。湖面を見ておりました。世の騒乱もいつかこのように穏やかにならぬものかと思うて。じきにその日は来るでしょう。そのために私たちはこうして碁を打ちに参ったのですから。そうですな。乱世に幕引くため自分は今しばらく鬼となりましょう。孫権よ、首を洗って待っておれ。迂闊に前に出ようって。バカめが。資格なし。劉備、そして劉備に組みする者よ、今こそ我らの前にひれ伏すがいい。